徳川誠10月31日から1968年11月11日は日本の実業家、政治家、借位は断爵新事態で徳川誠とも表記される。朝のセメント株式会社監査役、貴族院議員などを歴任した、江戸幕府第15代征夷大将軍徳川義信の旧男、幼少時に 差し物賞の小長井勝次郎の元へ里子に出される。1891年4月、姉栄子と共に、静岡高等小学校付属幼稚園に入る。1897年9月、弟生と共に、静岡から東京に移り、学習院に入学する。1908年3月、学習院中等科を卒業。同年、アメリカ合衆国ミシガン州のホープカレッジに留学。 後に、山本茂芸の養子となったものの、離席する。さらに分家して、一家の子種となった。アメリカから帰国後、横浜賞金銀行に勤務した。アメリカやフランスの支店に赴任し、大正9年に帰国した。帰国後、横浜賞金銀行を退職した。その後、朝のセメント監査役に就いた。その間の大正二年十一月五日には男尺を。 授けられた。昭和21年5月、貴族院男爵議員補欠選挙にて、貴族院議員に選出された。貴族院では厚生会に所属し、昭和22年5月2日の貴族院廃止まで、務めた。ありがとうございます。